まーちゃんです。あつこです。今日はですね、フィリピンのウェットマーケットカルティマールに来ています。お手頃で買える刺身、ジャパングロシリーとかの紹介をしていきたいと思います。川崎カファの協力もあって今日は一緒にお買い物していきたいと思います。居酒屋川崎の仕入れについてくる、ついていこう。早速行ってきましょう。居酒屋川崎の店主川崎さんに聞くフィリピンでの魚の買い方です。今着いたそうです。流木が欲しくて今流木あるー、テンション上がるやった流木買って帰ります。この中にマグロ。マグロ。うん、マグロ買うんだったらここ。だからもう133番ね。マグロ買うなら。何キロぐらいで？例えばこれぐらいの幅、これぐらいの幅。一匹でももちろん買えるし。これマグロ。あ、すごい。すごい。美味しそう。あと、イカマ、魚屋。ハロー。おはよう。アジがサライサライ、サライサライで、なんだっけ、忘れた。何ガツオでしたっけ。マナガツオ、日本語で言ったらマナガツオ。これもなんか最近よく出てるの。やっぱ刺身とかがいいですか。もちろん刺身でもいけるし、煮付けなんかでも美味しいし。日本語で言ったらヒメダイ。ヒメダイ、なんかもうすでに美味しそう。あと金目みたいなやつね。違うけど全然違う。ちっちゃい。ちなみにこれイワシ。イワシをここで買ってます。1キロ100ペソだそうです。イワシかき揚げみたいにするんだけど、でもこれ茹でればシラスだから。ウロン、ウロンシラスだそうです。攻撃されてる。これ何ですか。なんだっけ、日本語でもあるやつ。ミルガイ。これローカルのミルガイ。これ刺身でいけます。これ、意外とうまい。これね、唐揚げにして南蛮漬けに。あ、おいしそう。あのポスターはギター。あれも食べて生ちゃめ。彼も忘れたそうです、名前これ。海ぶどうね。あ、ブレブレ。ハマグリ系の。なんか身が大きくて美味しそう。これだったらまあまあ身が大きいから、焼いても美味しい。ウドとローカルの山芋。フィリピンにウドがあるのは知らなかった。山芋。結構ね、野菜の名前みんな日本語で覚えてるからね。韓国人のお父さんがやってるんだけど、あ、そうなんだ。これ春菊。ここしか売ってない。春菊ここだけ。あとごぼうね。目がついたところ。どうかな。韓国から来てるやつ。韓国産の人気。キノコ。買います。130ペソ。こんだけ。
多くて、お父さんはごぼう買ってます。ごぼういくらすんの？これで160。160、2本で。これね、わざわざ日本のやつ買ったら倍以上する。こもってって、これが日本で言ったらさつまいもじゃん、うんねうん、でこれよりもこっちの方が美味しいの。これ真っ黄色で中が。あ、でも確かにこっちの方が美味しい。こっちの方が甘い。私なんかこれ買って失敗したなって思ったことがあったわ。すごいね。140。めっちゃ入ってるもん。業務用。やっぱカルティモール安いよね。ネギ。皮付きですか。あ、これウドだ。ウド。ウド。美味しいんだって。なんか固めのやつの方がいいらしいです。この桃は1キロ700。これバギオ？コリア？わかんの？コリア？これは US マハルディバ？450。これこっちが US450 だ。450。こっちが韓国のやつ。こっちが650。こっちが650。美味しそう。でもめっちゃ食べたい。すごい綺麗。そうそう。金柑。でこのまま食べても美味しいね。え、そうなんですか。なんか金柑。7ペソおまけしてくれましたお姉さんが。ゼロ。中国産なんだけど、まあまあこれ食べれる。甘いの？甘い甘い。これ400ペソぐらいするんだけど。400ペソぐらいのメロン。中国産。高級メロン。ちょっと高級なメロン。高級メロン。牛すじ？牛すじ。牛すじこれ。うん、これ牛すじ。珍しい。中国の食品はここでだいたいソローソンで。タイニーズデリカシー。すごい古いからここあの、パーティマがまだできたばっかりの頃からこのおじさんやってる人だから、だからこの辺よく知ってる人だから。クリームコロッケ。あ、クリームコロッケバレましたね。川崎したね川崎のクリームコロッケここで買っております。あれこれレアなんだ。パイナップル。らしいよ。日本でもレアってこと？らしい。パイナップルカルピスレアな。レアなパインカルピスがここアスカにあります。レッツプラン。ダラバンプラン。そういうレッツプラン。確かに、あそこイートインできなくなってる、ね、そうなの。だから作ってもらってみんな持って帰る。結構ね、もうここは皆さん日本人におなじみの店になったんじゃないかと思うんだけど。普通におかずは、ま、あっちゃんはサホ。サホ買いました。なんだっけこれ、タピオカ、タピオカ、黒蜜タピオカ付き、60ペソです。美味しいね。はい、ありがとうございました。あと気をつけて。はい。